罪人海賊モンキー・ディ・ルフィはつけやがっちまって、俺様を怒らしちまった罪により派手にして派手にしゃべれ。ねえ、処刑って初めて見るよ。君を処刑するんだよ。ふざけんな。もうしません。助けてください。助けるか、ボギー。我々に逆らえばこうだ。私も見込んだ男は最後に何か一言言っとく。せっかく大勢の見物人がいるんだからよ。言うことがあろうがなかろう、どうせおめえは死ぬんだからな。俺は海賊王になる男だ。俺は海賊王になる男だ。なあ、海賊王だと嫁によってこの町でなんて大それたことを。じゃあそろそろ行こうかね。その処刑待て。ゾロ、サンジ、ゾロなんて様だよ。冗談にも程があるんじゃないのか、ルフィ。余興の始まりなら俺も加えてもらおうか。とりあえずそのクソ海賊を追っ払えばいいのかな。海賊狩りのゾロだ。サンジ、ゾロ来たな。ゾロだが一足遅かったぜ。あの処刑台をぶっ壊す。いくらゾロでももう間に合わん。てめえらの船長はこれにて終了だ。クソ野郎。処刑台さえ切り倒せばモンキー・ディ・ルフィの首が飛んだ瞬間、一斉攻撃だ。全体戦闘。終わり？俺死んだ。バカなことを。笑った。やっぱ生きてた。もう OK。 おい、お前彼を信じるか。若い船でさっさとこの町を出るぞ。もう一層でもありそうだ。うわー、3000万ベリーの集金首だ。悪運尽きた。ん？さあ、それはどうか。てめえは世界は我々の答えを待っている。男の船出を邪魔する理由がどこにある？船が引き返りそうだ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。あの先にグランドラインが。どうする？しかしも何もこの嵐の中を。よっしゃ、偉大なる海に船を浮かべる浸水式でもやるか。おお、いいぞ、やりましょう。俺はオールブルーを見つけるために。これは海賊王。俺は大剣豪。私は世界地図を描くために。俺は海の戦士になるためだ。行くぞ、グランドライン。あいつあの瞬間本気で自分の人生がここまでだと思った。死を受け入れ覚悟して笑ったんだ。大佐、海賊たちの打法。おいお前、処刑台で笑った海賊を見たことがあるか？とんでもない。どんな虚勢を張った大物でも死の瞬間は必ず青ざめ、絶望に死ぬものです。笑ったんだよ、あの麦わらの男。